え本日、2023年12月2日15時8分。今日朝、もともと改正だったんですけども、昼過ぎぐらいからまあちょっと曇り始めて、今動画アップロードしようとしているのが新港川さんえ下流の方ですとまあ記載している文章なんですけども、こういう動画です。こちらもまあアップロードしようとしたらまた改正になったと。 いっとき雲大あ,のある程度出てきてたんですけども、まあ、このように、あのー、完全に改正だからなんか芸能人の人とかで間違えてる人いますけども睡眠不足イコール腫れるじゃないんですよそういうことではないです こういうふうに動画のアップロードでも、ええー、こういうふうに、あのー、晴れたりだとか。だから、基本的に、まあ、この間も、この近辺、まあ、神戸市ぐらいの範囲なのか、兵庫県ぐらいの範囲なのか分かりませんけども、まあ、夜に雨降ったりだとか、まあ、そういうふうな形の効率の良い、ええー、物事の動き方で、基本的に物事は動いています。すべての日ではないですよ。あのー、 昼間晴れて太陽光パネルで発電して、で、えー、夜とかに雨が降って、まああの、河川水門開閉式ダム発電や、まあ、琵琶湖の水など、まあ貯水しておくと。まあ普通に、まあ、ダムの水として飲料水としても、あのそういう方,方,方法が、えー、有効でしょうし、まあ、エネルギーの残存量問題からですね、まあ だから私から言わせたら、こういうふうなあの雨の降らし方とか天気の方法が一番賢いっていうことに、まあなるんですよ。